湯川先生、実は事件があって。僕には関係ない。血も涙もない。血も涙もないと人はよく言うが、血液からヘモグロビンなどの成分をろ過したものが涙です。もういいです。3年前に失踪した並木屋の長女が遺体で発見されました。容疑者として浮上したのが蓮沼の管理師だった。物証を見せて問い詰めても何も喋りませんでした。監黙した。事件を起こしても黙秘を貫けば罪には問われない。警察が生み出したモンスターとも言えるな。罪に問われないってことですか。話してた姉ちゃんを。大犯人だぜ。蓮沼が死んだって。死んだ。殺されて当然の男が殺されたんですよね。さっぱりわからない。やっぱり実に面白い。だけど出会えた。全て復讐のために。全員アリバイが。あれよりも殺害を実行したのは誰か。草薙。もう喋るな。君が誰か。偽証罪ってありますよね。沈黙罪はあるんでしょうか。草薙さんまで追い詰めることになってもそれでも先生は。僕だってあの時と同じようなことを繰り返したくはない。いいか、私が君のこと泣かずに。沈黙のパレード。このまま沈黙を続けますか。